中国はどうなのっていう部分をちょっと読んでいきますね1ドル =140 円台に入った急速な円安に対し中国が警戒感を強めている足元の円相場は対人民元でも7年ぶりの安値に下落し対日貿易での赤字が拡大する可能性があるだからすでに中国は対日貿易赤字があるわけですねそれが拡大するってことですね都内の IT 関連企業に勤める中国人女性31歳は今年の春以降福建省の実家への仕送りを止めている日本で100万円 程度の預金を持つが人民元に了解すると損した気分になるとにかく円高を待つしかないと肩を落とす2日時点の円人民元相場は1元イコール20円29銭いやーだいぶ円高になりましたね私が香港でね商売してる時はだいたい1元が15円とか16円とかそんなもんでしたからね20円まで原が上がって円が下がってるということですよだって15円ということは1.5円で1割ですからね3円で2割ですからねだから円円と20円の違い って相当大きいですよね中国のもの安かったから買うっていう企業ありましたけども高くなったら国産品でいいじゃんってことにもねなるわけですよね昨年9月は1元17元前後で推移していたが今年4月に20円16銭と2015年8月以来となる20円台に下落7月には20円66銭と1993年以来の円安減高水準を記録した円と人民元は長年米ドルを介した形で売買されてきた2012年に東京と上海の市場で直接 交換する為替取引が始まったが現在もドル経由が中心で足元の円安ドル高が円安減高を促しているとみられる中国から見れば円安減高は第四位の貿易相手国地域となる日本からの輸入が増える一方価格が割高となる輸出には痛手となるジェトロの集計によると中国の対日貿易は21年に約2兆9千億円の赤字だった前年より7割拡大し過去最大の赤字だった10年の228億ドルに次ぐ 水準となった円安は中国の経済成長に資するものではない。円安は中国の経済成長にとってマイナスなんですって。円高が行けば行くほど中国は経済成長しちゃうらしいですよ。え武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。